京都府立南陽高等学校附属中学校です。テーマは学びのアトリエとつなぐ展示による STEM 教育の充実化と国際展開。発表者は小松先生、アドバイザーは関西大学教授の小柳先生です。それでは小柳先生、この後の進行よろしくお願いします。はい、それでは2件目の発表になります。これからですね、京都のですね、南陽高等学校附属、南陽中学校のご発表をお願いしたいと思います。小松先生、ではお願いいたします。ありがとうございます。それでは画面共有させていただきますので少々お待ちください。すいません、お待たせいたしました。京都府立南陽高等学校附属中学校の小松と申します。よろしくお願いいたします。この南陽高校附属中学校では、ありますように STEM 教育が生まれたその経緯をまず検証し、2018年の開校当初から南陽スタイルの STEM 教育を推進してまいりました。まずは、その経緯について簡単にご説明いたします。STEM 教育とは2000年代に入りアメリカオバマ政権下で積極的な財源支援が行われた STEM 教育の流れを組んで、その中心にアート、デザインを据えた STEM 教育が、2008年にロードアイランド州の美術大学学長に就任したジョン・マヤタ氏によって提唱されました。これを受け、本校の研究組織の外部アドバイザーである京都工芸繊維大学の坪田康史先生からは、問題解決能力や創造力の基礎力育成に向け、独立した科目の学習内容を探究型プロジェクトに組み入れた統合型の学習形態を推進するための助言を数多くいただきました。では、問題を解決する力を育むにはどうすればよいのか。園田学園女子大学の中井豊先生の研究によりますと、問題解決力とは、これらの環境の下で生徒が関わり合いを持ちながら学習することで身につけられるとしています。また、これからの学校教育の中心とすべきは、問題を解決する力を養う活動の中で、新たなものを生み出す力を育てることが大切だと述べています。このような検証を経て、本校では研究活動に取り組んでまいりました。まず1年目の概要は次の通りになります。本校の教育の柱である STEM 教育、グローバル時代において大切な発信力と共感力を育み、論理的に通用するコミュニケーション力を育成するための言語技術、ランゲージアーツの向上、探究的な活動に取り組む中で幅広い学問領域に関する深い学習を通して事象を科学的に考察し処理する能力を高め、探究する力を育てるダヴィンチ、高度な英語発信能力の寛容を目指すトーフルチャレンジ、学習到達度に応じて学び直しや学び合いができる学びのアトリエ、知識が点から線につながり新たな知識獲得に導く仕掛けである教科間連携授業を行ってきました。なお、ダヴィンチの授業は総合的な探究の時間として、トーフルチャレンジは学校設定科目として、本校の教育課程の中に位置づけて取り組んでいます。学際的な探究型学習をダヴィンチで、ALT やオンラインでの英語プレゼンテーションを英語の授業で実施し、主体的で対話的で深い学びの中核をなす活動が実現できました。これらの実践では、スカイプやオンライン教材を積極的に活用し、英語発信力の基礎力の養成を図っています。2年目は、この教育プログラムを発展的に運用しつつ、より広く深い学びへとスパイラルアップしてきました。その中で、学びのアトリエの規模拡大とサポート体制の充実により、個人の学習が対話的、探索的に同学年、多学年の他者とも有機的につながり、理解の進化が実現できたものと考えています。今後は、英語によるプレゼンテーションをウェブ上に掲載し、他者からの意見やコメントを集約するシステムを構築し、多様な視点からの概念に触発され、新たな表現方法を発表することにより、学びと経験を融合させ、学びのモチベーションの維持向上につなげたいと考えています。このように本校の STEM 教育は多くの独自の取り組みを統合する形で実践してきました。それでは実践研究について簡単にご報告いたします。
ダヴィンチ活動は教育課程の中に位置づけ、まとまった時間を確保し、実験などが行えるように基本的に2時間連続の授業で週に1回実施しています。また学年の枠を超えた学び合いの意識が育成できるように、2年生は2学期以降、3年生と合同で探究活動を行います。さらに教科横断的なアドバイスができるように、英語、数学、理科、社会の4人の教員が担当しています。こちらはダヴィンチの取り組みの一つになります。中学1年生を対象とし、4人で1つのグループを作り、配布された試写も解剖した後、卵巣に存在する卵の数を推定します。この取り組みでは仮説、実験、考察、発表を行わせ、探究活動の基本的な流れを体験させます。授業開始時、生徒はグループで相談し始めますが、しばらくの間教員はその様子を観察するだけで、特別な指示は行いません。そのうち、重さを利用して、卵一つの重さから全体の個数を推定できるのではというような話題が出始めます。そのようなタイミングになると、さりげなく天秤を準備するなど、教員はファシリテーター的な役割を担います。このダヴィンチの授業では、自分の考えをまとめ、他者に伝える意識を持たせること、他者の考えを理解し、自らの成長につなげていくことに重きを置いています。したがって、取り組みの最後には必ずプレゼンテーションを行うようにしています。ダヴィンチでは他にも、STEAM 教育のそれぞれの観点に重点を置きながら、このような活動に取り組んでいます。2年間の活動の中で、財団のアドバイザーである大柳先生から、全国の先生方に本校の取り組みを紹介するためのイメージ図作成の重要性について助言をいただいていました。樹木の枝葉のように、小学校、中学校、高校と年齢が上がるに従って高度化、細分化するものと捉えられてきた従来の学力イメージに対し、このように、全てが横断的につながり得ることを、3次元的に再現しようとして、表現しようとしているものです。すいません、もう一度アニメーションが動いてしまいました。これをダヴィンチキューブと呼んでいます。それでは次に教科横断型授業について紹介します。スライドにあるように、1期生から始めた教科横断型授業も、年を重ねるごとに連携対象の教科の種類が増えました。本日は国語と体育の教科横断型授業の実践例を簡単に紹介します。こちら、一見すると意味のわからない文章なのですが、これは多項性について書かれた文章です。それを知った状態で再び文章を読んでみると非常に理解度が上がります。私たちは日々このスキーマを用いて情報処理を行っていますが、その中でも特に顕著なのが身体運動です。そこに注目し、身体運動における言語表現の可能性について学ぶことを意図しました。最初に体育教員から動きを伝授された生徒が、同じグループの生徒に言葉でその動きを伝えていきました。最後の写真は、グループの最後の生徒が一斉に体を動かしている様子なのですが、教師と完全に一致した生徒は一人もいませんでした。この授業を通して生徒たちはコミュニケーション能力の本質を体感し、表現する力や語彙力の重要性を学び取りました。また、今年度、昨年度ですね、3月まで研究主任を務めていました英語科の月本義孝教諭は、この授業を参観した後、英語の授業で言い換えの大切さを教えられると考えました。外国語を使って他者とのコミュニケーションをする際、話し手の意図が受け手側に伝わっていない場合には、別の表現を使ってコミュニケーションを成立させる必要があるということからです。このように教科横断型授業は、様々な気づきも呼びながら展開していっております。次に学びのアトリエについてご紹介します。こちら学びのアトリエとは、放課後に教員や学習アドバイザーがいる空間を提供しているという意味になります。初年度は教室の Wi-Fi 環境ですとか、様々な ICT 活用を図り、3年目は生徒が持つ未知の可能性や主体性を開花させるために、コンテストの出場を学びの刺激として活用することとしました。
プログラミング教室では、このようにタブレットを使いながら上級生が後輩にレクチャーする形式で展開をしました。こちらはプレゼンテーション能力の向上を目的とし、自分の興味関心があることを発表するプレゼン大会の様子です。これまでの実践を通し、本校の研究は本校の教育の柱である STEAM 教育を推進する上で、学びのプロセスから結果まで学んだことのすべてを使う力に変える実践型プロジェクト PBL が中心である点や、言語技術、ランゲージアーツの向上と発信力の伸長を目的とした教科横断型が大きな特徴であると言えるかと思います。こちらはウェブ展示活動と教科間、学年間連携授業、学外との共同活動のイメージを、表したものになります。今年度から、タブレット端末が1人1台配布され、家庭学習を中心に校外での学習活動の幅もさらに広がってまいりました。最後になりますが、校内体制のイメージはご覧の通りです。当初、実践研究に実際に携わっていたのは100名近い教職員の5分の1程度で、多くの特に高校籍の教科担当者には何をやっているのかが見えにくい状態でした。そこで校長先生主導で STEAM 教育推進プロジェクトチームを立ち上げ、研修会を実施しました。実践教育班、研究班には学校図書館司書や事務職員にも入ってもらうことで、切り口の違うアドバイスをもらえるとともに、費用面での相談がしやすくなりました。また、全教科が参加することで、教科間連携を行う上で大変役に立っただけではなく、ダヴィンチやアトリエの担当をしていることで、日常的に探究的な学習について考えを共有することもできました。研究機関が休業した現在でも、この体制のあり方は引き継がれています。ここまで南陽高校附属中学校の実践を発表してまいりました。手探りの中、多くの教員による企画、外部アドバイザーの先生方からの助言、高校生ボランティアの協力など、多くの知恵と努力が集まり、一つの仕掛けが新たな仕掛けを生み出してまいりました。その道筋を振り返りますと、私たちが取り組んできたことは、実はかのウォルト・ディズニーが残したこの言葉が表しているのかもしれません。最後になりますが、3年間にわたってご支援いただいたパナソニック教育財団様、2年間にわたりアドバイザーとして多大なご指導をいただきました、関西大学の上柳脇雄先生にこの場をお借りして熱く御礼申し上げます。ご清聴ありがとうございました。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。本当に限られた時間の中なんですけど、本当にこれまでの取り組みについて、こう、凝縮した形ですけども、お話しいただきました。それでは、フロアの、というかですね、ご参加いただいている皆様に、からご質問等をいただけたらと思いますので、手を挙げていただいたり、Q&A で、書いていただいたりと思っています。その間ですね、今書いていただいている間、最初私の方から、今、小松先生からお話をいただきましたけれども、ちょっとこの辺、もうちょっと教えてほしいっていうことを少しちょっと先生にお尋ねしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ皆さん、ご質問等 Q&A に書いておいてください。小松先生、見えますでしょうか？今まだ映ってないです。あ、来ました。はい、ありました。はい。はい、先生の方からですね、はい、1年目と2年目、はい、3年目っていう形で、はい、1年目が上のSTEAM教育で、はい、ダヴィンチやランゲージアートがこう入ってる絵と、下にあるのが2年目からっていう形であったんですけども、STEAM 教育自体がこう、ごろっと変わったっていうことではないんですよね。この辺、絵を見るとなんかダヴィンチが消えてるとかですね、ランゲージアートとかトッフェルチャレンジが消えてるようにも見えるんですけども、その辺はどういうふうにこの図を見たらよろしいですかね。はい、文字としては完全に消えてしまってるんですけれども、取り組みとしては継続して、もちろん現在もさせていただいております。ただ1年目は附属中学校が始まって1年目でしたので、そういった意味ではより多学年の交流といったものがやっぱ限られてきていたんですね。そういったものの、深みですとか、あとは1年経って少しずつ今で発展していく中で、下のような表現と少し、表現を変えさせていただいたという形になっていますので、ダヴィンチにせよ、そのトーブルチャレンジにせよ、今でも続けている活動になります。はい。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。質問があります。
あ、よろしくお願いします。はい、お願いします。すいません、箕面市立第二中学校の松永と申します。ご報告ありがとうございました。先ほどの、ダヴィンチの中での取り組み例何個か見させてもらったんですけども、パフォーマンス課題的なものに似てるなというふうに感じたんですけど、探究っていうふうに、ダヴィンチは探究活動だっていうふうにもおっしゃってたと思うんですけども、探究っていうものをどういうふうに位置づけておられるのかなっていうのをもう少し詳しく教えていただきたいなっていうふうに思いました。理由としては、例えば先ほどの卵の例だとしたら、答えが決まってくるんじゃないかと思うんです。先ほど先生が出された重さから答えるっていうことの一つの答えなのであれば、それはちょっと探究じゃないんじゃないかなとも思ったので、その辺も少し詳しく教えていただけたらと思います。駒先生、お願いできますか。ありがとうございます。先ほど紹介させていただいた活動というのは、主に中学1年生で、いわゆる探究活動の入り口として位置づけているもので、先ほど言いました、その様々な、例えば、仮説ですとか、実験の取り組み方、それから考察、発表に至るまでの、一つの例として体験させるものになっています。先ほどのその探究活動自体は、ちょっと少し説明させていただいたんですけれども、2年生の2学期になってから、実はそれぞれが、このテーマを独自に設定しまして、探究活動に入ってまいりますので、今、具体的に紹介させていただいたダヴィンチの活動というのは、主に1年生から2年生1学期にかけて取り組んでいる内容の事例として見ていただいたらと思います。おっしゃるように、いわゆる探究活動としては、この後に、生徒個人がそれぞれ、設定して取り組むものにつながるという位置づけになっています。ありがとうございます。ありがとうございます。もしもう少し質問できたらなんですけども、その2年生の時に個々に課題を見つけていく時にどんな手立てを、はい、なかなか子どもたちって興味があるものとか、うん、自分の課題っていうのは出しにくい子どもも結構多いなっていうふうに思っているんですけども、そこに、学校としてどんな取り組みされたのか聞きたいです。はい、ありがとうございます。そうですね、やはり何もないところからいきなり探究活動というのは難しいですので、私たちでは2年生の夏休みの課題として、身近な生活の中で、何かこう気になることですとか、調べてみたいこと、今話題になっていることなどに着目して、ちょっとしたこう研究ノートといいますか、そういったメモを、作るような、仕掛けをしています。その一つの題材として、例えば SDGs の取り組みですとか、そういった、最近の、いわゆる何て言うんですかね、取り組みやすいものをちょっと入り口に設定しながら生徒に考えるように促しています。で、一人でやるとなかなか大変なので、中学生の間は大体2人から、多いところだと5人ぐらいのグループで活動できるように、2学期の一番初めのところに、各生徒が自分たちで探求したい活動内容についてまとめたものを共有して、その中から自分たちでやりたいものをさらに選んで深めていくという形にしています。すみません、ちょっとお返事になってるかわからないんですけど、そういう形で今は工夫しています。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ですね、今お話しいただいているようなことに関わってなんですけども、例えばですね、ちょっと待ってね、学校自体がですね、ちょっと待ってください。今先生お話しいただいたみたいに、駒先生いただいたみたいに、1年生、2年生、3年生と、徐々にこう、探究活動そのものについても、その問いを立てたりとかですね、それを解決していくプロセスみたいなものを、系統的にこう、組み上げているっていうような、ことも、学校ではされているようですので、今ご質問いただいたことについて、駒先生は、
端的にご説明いただきましたけども、本当に自由な研究の方にこう中3になっていくとつながっていきますし、また上の学年の子と3年生と2年生が接触する機会っていうのもあって、3年生の姿を見ながら2年生が学ぶというような異学年交流とかもしながら学んでいくプロセスを学校でされてて、また付属中学校なので、高校にもつながっていきますので、ダヴィンチが中学1年生から3年生だと、この後高校にこうサイエンス、ただいまご質問いただきましたけども、なんて言いますかね、徐々にこう、PBL を通じて問題を解決していくプロセスも学んでいきながら自分の問いを、解決し、みんなと解決していくっていうプロセスを踏むっていうふうに、ちょっと伺っておりましたので、ちょっと補わさせていただきました。はい。それではですね、本当にまだ時間が取れたらと思うんですけども、巻いてるという話もありますので、せっかくなんですけども、ここで一旦終えたいと思います。小松先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは、お返しいたします。